ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こんばんは、ストーンズ田中樹です。コーチ優吾です。はい、ということで、まあ、今夜からでいいのかな、今夜から師走最強レベルの寒さだそうです。いやー寒いですね、本当に寒い。今日寒いってまさに2人で話してたよな。そうなんよ、本当に寒い。寒すぎてもう2人ともぬくぬくとした格好でラジオやってますからね。あの洗面所嫌じゃない？いや、わかる。俺もさ、顔洗う時にさ、前まではやっぱり水でいけたんだけど、無理やな。ちょっとガスつけてから、あのお湯になるまでのあの待ち時間ね、ちょっと寒すぎるよね。それはね、ちょっとやだね。俺大体さ、俺寝る前にさ洗濯物をするんですよ、うん、仕事終わって家帰って、ね、まあ、今日着てた服とかまとめて洗濯して、はい、で寝る前にこう浴室乾燥をね、はいはいはい、やるから、浴室乾燥大体 5,6 時間こう乾燥させるじゃん。まあ、ね、物によるけど、T シャツとかだけじゃなければ、パーカーとかだったらかかるからね。そうそう、で朝起きたらさ、まだついてんだよギリ。ああ、まあ、寝る直前にやってるから。だからそこで歯磨くもんね。そういうことで暖房代わりにしてってことで、暖房さ、まあ、その朝起きたさ、そのほんのちょっとのためにつけるのももったいないし、わかる。そう、ちょっとドア、浴室のドア開けたらね。そうだから俺、風呂、あの体とか洗ったりシャンプーするときの、あの椅子あるじゃん、風呂の あれに座って俺歯磨いてるから、朝寒くて。わかるわ。いやもうだから朝のね、そういうのとか、あとやっぱあれ、これはわかると思うんだけどさ、マネージャーの車に乗り込んだとき最初寒くない？あの仕事の朝とかはマネージャーがさ、自分ち車で乗ってるからあったかいんだけど、ね、現場移動の時は、ね、移動の時マネージャーも同じところにいてからね、車が冷えてるから、ね、温まってない。あれ寒いよな。寒い。あもう今日特にさ、雨降ってるじゃん。そうだね、降ってたね。そう、俺らさ、雨降ってるって知らずにさ、ね、お寿司を食べに行っちゃったじゃん。さっきそう、リハが早めに終わったから2人で寿司食い行ったんだよな。2人とも雨に濡れながらお寿司屋さんまで行ったからね。寒かったな、びっくりしたな。まあ俺で言うとさ、うん、まあ、ラジオは常に僕が裸足にスリッパであることを忘れないでいただきたいんですよ、まず。いや、ね、これを肝に銘じていただきたい。いや、別に覚えとくことじゃないのよ別に、ね、これを皆さん忘れがち、うん、これだけはね忘れちゃいけない。まあラジオに限らず、まあ例えばなんかこうちょっと目上の人と食事とか行ったりするときが基本裸足にスリッパじゃない。その慎太郎がね、半袖、じゃあ短パン B さんだみたいな、 B さんのキャラクターで、ね、で B さんに隠れてみたいな話ありますけど、はい、俺も実は基本裸足じゃないですか。いやていうか、なんかね、慎太郎の裸足は許せるね、まだ、うん、あいつは何が許せる？なんかさ、わかんないけどさ、ごついじゃん体が、やっぱり。あ、まあね、骨太じゃん。骨太でさ、なんかもう短パンも似合うっていうさ、うん、感じだけどさ、お前ひょろいじゃん。俺はね、まあそうだな、もやしだな。しかもさ、足乾燥させんのやめてくれない？いやもう乾燥よ、ボディクリームとかそういうのとかな。俺家に寝なくなる。ほんとにさ、なんか、ほんとにパリパリしてんのよ。ね、今さ、見せないでいいから、そう。ちょっと爪でカリってやったらポロポロポロって言うからさ。なるなるね。落ちそうなぐらいさ。常に絵描けるよね。伝わるかな、乾燥具合が。それやばい、もうさ、皮膚がさ、限界ですよっていう、まあ、俺の足はキャンバスだよね。キャンバス2つ持ってるから全然かっこよくないだよ。じゃあもう皮膚が悲鳴上げてるのよ、それは。いやでもさ、それはに限っては俺足だけじゃないよ、うん、何が？服を着て、だ寒さとかじゃなくて、はいはいはい、お前わかるかな、乳首ってめっちゃ乾燥するから。あーでもわかるわかるわかる。あの冬場とかちょっとさ、かゆくなるよね。かゆく、乾燥すると、なんかゆくっていうか、衣装着替えたりするときに乳首乾燥してんの分かる？え、してるの見たことない。見たことないって大変なんだよ。自分のがだよ。あ、じゃあ潤い乳首なんだね。いやでも俺もそれは究極に寒い時とか、うん、でも基本俺ボディクリーム塗るから、結構俺だから最近俺も足はちょっとその遠い、ちょっと遠いんですけど。何遠いって。あの顔乳液とか塗るじゃない、ちょっとそのまま乳首塗りますね最近。なんで？乳首が乾燥してるから。お前顔が乳首まで顔なのじゃん。違う、そういうことじゃん。乳首は乳首だろお前。じゃあただ足はちょっと遠いんで。遠くないって。足は塗らないですけど。うん、そのちょっとその、まあ、顔に残ったのやつを、ちょっとさ、手に余ったやつを乳首にちょっと塗ったりしますね。
でそれはね、乳首、じゃあ今乳首の調子はいいの今。今ちょっと見ますよ、俺の乳首。どう調子いいの？どうなんでしょうね、今。あ、でも乾燥してるぐらいでも。わかる。あ、でもなんか今日も、ね、これ今日一日生活してるからさ。今日もなんか具合悪そうな色してる。俺の乳首具合悪そうって言うな。どうすんだよ、なんか具合悪そうで、ちゃんと温めてあげた方がいい。乳首をね、いや、まあ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 、俺の乳首の話は前までいいんですけど、はいはい、まあ、俺が慎太郎に隠れて、まあ、だから慎太郎がさ、やっぱさ、その裸足だ裸足だみたいな、まあまあ、言うじゃない、自分で。だから俺もまあ裸足、こんな寒さの中でも今日もしか裸足ですから、うん、まあ、これ俺あんま言ってないよね、ラジオで実は。だよね、だからラジオ3年目にして衝撃の告白ですよ、いやいやこれね。別にそんな衝撃じゃない、驚愕の事実なんですよ。ただ心配してる。今ラジオリスナーみんなびっくりしてると思うんですよ。いやいや、おいおい待てと、この後俺らどういう気持ちでラジオ聞けばいいんだ。いやいや、お前も裸足なんか言って、それは衝撃だと思うんですよ。でもリスナーね、みんな膝から崩れ落ちてると思うんですよ。いやいや、崩れ落ちてねえって。ただ単におめえ寒がりただけじゃねえかってなってるって。まあただね、俺はね、その慎太郎みたいに11月まで夏だとか、なんかそんなになんかよくわかんないことは言いません。そういうことは言わないのね。ただ僕は足だけが燃えるように熱いっていう。燃えるように熱い。燃えるように熱い。その覚醒した時のサンジみたいな足。見てもらったら。ああ、そういうことね。あの、カマバッカ王国のやつね。バー、見る？俺の足だから。だよ、見してみる。だそのサンジみたいになってんの、ほら。いや、粉吹いてんじゃねえかよ、おめえ。一応、お前、覚醒した時のサンジだろ、どう見て。いや、燃えた後？それ。違え、燃えてる最中で。熱いんだよ、ほら。ほら、お前触ったら分かるだろ、お前。ちょっと待って、うん、お前あっちから触んなよ。触んねえよ。お前下気をつけろ、足伸ばすと触れるからな、俺の足。いやいや、カサカサすぎてちょっと汚ねえよ、お前。あっちからさ、お前俺の足覚醒したさ。ボディークリームプレゼントするわ、マジで。でもだからこっから、今日がもうそのすごい寒いわけですから、こっからの寒さ、おそらく多分深さが違うんですよ、こっからの寒さはね。そうね、うん、今までの寒いなんかとはもう凄みが変わってくる。変わってくる。ただ俺はスリッパであることを忘れないでいただきたい、皆さんにね。ただあ、じゃあ、うん、外出て、うわ今日めっちゃ寒いなっていう時もやっぱ、でも田中はサンダルなんだっていう、それでどうしてほしいとかないです。ただそれを頭に追いついていただきたい、思い出してほしいのね。ふとした時に思い出していただきたい。確かに田中はサンダルだから私も頑張れるわって思うかもしれないしね。そうそう、思ったし、田中サンダルなんだっていうのは、乳首もカサカサなんだっていうのはやっぱ覚えておいていただきたい。それは頭に置いて、やっぱ年末年始過ごしていただきたいなと思いますね。それはね。あ、思い出すわ。そうそうそう。お風呂入るときに。え、コーチってさ、この季節さ、そのバイクとか乗るときどうしてるわけ？どうしてるって何？普通にバイク乗るよ。だってさ、うん、バイクってめちゃんこ寒いでしょ？寒い寒い寒い。風バー、車と違って当たるじゃん。ダウン5枚ぐらい着るの。ダウン5枚着たら、もうモコモコのベイマックスが運転してるみたいになる。ノースフェイス、ノースフェイス、体グース、モンクレルノースフェイスみたいな。ノースフェイス、ただのお金持ちじゃねえか。そう、ノースフェイスを重ね着とかしないよ。え、服装的にはさ、いわゆる普通にじゃあ、仕事行く時とか。だから、俺は発熱するインナーのやつを着て。ああ、ちょっと暖かくなるやつだ。その上にパーカー着て、うん、だいたいライダース着て、うん、それでマフラーとか。何それ？ほんとそれ？普段と変わらないじゃん。で、俺全然大丈夫。それだけでいける？いけるいける。ほん、いやいや、信じ、それをさ、俺ら信じられないの？普段バイク乗らない人は。いやだからほんと、俺のライダース超いいライダースだから風入ってこないもん。いやいや、でもさ、でもじゃない？何？で、それは日常生活だったら暖かいと思うけど、おうおうおう、バイク乗ってるって寒さのさ、いやいや、寒さのレベルが違うじゃない。じゃあ何？じゃあその燃えてるライダースってこと？いや燃えてねえよ。何か映画あったよね、あのゴーストライダーみたいな。いやいや、ゴーストライダーじゃない。グーンって言ったら燃えるやつあったよね。燃えねえから。バーってなるドクロが。違う。あれみたいな状態ってこと？そうなんじゃないから。でも今本当バイクあれだよ、電熱が入ってるやつとかウェアとかあるんだよ。あ、何？中がこうちょっとあったかくなる。そうそう、だから車の USB みたいな感じで繋いで、バイクに、バイクのバッテリーとその車のダウン、あのなんていう、ダウンに、してるダウン、そう、うん、とかにあったかくなるっていう。寒いんじゃんやっぱ。そういう製品がある。ああ、でも俺、お前の格好は寒い。俺のバイクは別に大丈夫だから。そういうのいらない。え、そうそう、じゃあさ、バイク自体にこう、なんて言うんだろう、だ、まあ、暖房は厳しいとしても、なんかさ、うん、ストーブみたいなのつけるってのはどうなの？いや、ストーブ、でも、グリップヒーターとかはあるよ。つけられる。なんでグリップヒーターなんだ。ちゃんと喋れよ、お前。違う違う違う、わかるじゃん。会話しようぜ。グリップあるじゃん、握るところ。自転車のハンドルのところ。ああ、そこがあったかくなるっていう製品もある。いやいや、そこ以外よ。足とかはまあ寒いだろ。いやでも足は、だこう自分が足置くところの両サイドに電気ストーブとか置け、いや置かない置かない。なんて言うんだろう、バイクって話す長いんだけど、エンジンにはね、うん、2種類ぐらいあるんだよ。空冷タイプと、うん、
そのラジエーターっていうのがついてて、うん、水冷タイプっていう、うん、で空冷タイプっていう、まあ、俺が乗ってるのは空冷タイプのバイクだから、外の外気の風でエンジンを冷ますっていうタイプなのね、うん、で、うん、水冷っていうのはラジエーターっていうのがあって、水が入ってるから、うん、あ、その水分でエンジンを冷やしてくれるのよ、うん、だからエンジンは熱々に慣れすぎないのよ、うん、で車とかそのラジエーターとかある、ラジエーターオイルとか検査したじゃん、そういう免許取るときとかに、うん、オイルは大丈夫かなみたいな、うん、そういうのとかと同じで空冷と水冷っていうのがあって、うん、俺の空冷だから、うん、外の空気でエンジンを冷ますってやつだから、ストーブみたいにあったかいのよ、うん、だから夏場の方が逆に大変なの、エンジンで熱がだれちゃって、うん、かかりが弱くなっちゃったりとか。え、ね、そう、だからその、何、その、それがある、それがすごいあったかいってこと、冬は。そう、だから空冷の方があったかいの。いや、お前あったかい、いや、そう、ストーブに乗ってるってこと、お前。ストーブに乗ってる、だからエンジンが。で、お前ストーブに、ストーブのエンジンを吹かしてるストーブに乗ってるってこと、ストーブライダーだろ、お前。ストーブライダーじゃない。ストーブに、を乗り回してるってことだろ。いや、でもだから。常にそのストーブぐらい熱々になるから足元はそんなに寒くないんだよね、うん、だからそのでじゃあライダースで行けんのか、それ、ね、ストーブに乗ってたらね。ストーブに乗ってない、ね、ストーブに乗ってるわけだから、俺はバイクだからライダースだったら寒いのかなと思ったけど、うん、ストーブに乗ってんだったらそれ行けるわな。もうめんどくせえからそれでいい。いやストーブ、俺のバイクはストーブ、そうだよね、多分燃料は灯油ってことだよね。灯油じゃない、ちゃんと廃油です。灯油入れて、あの赤いやつでこうやって灯油入れて、あのホースみたいなやつ入れて、ね、廃油だから、うん、ちゃんといいガソリン入れてますか。ああ、そう。はい。あ、そう。だ、まあ、それがあるから足とかもあったかいっちゅうか。足は別にそんな寒くないかなっていう。ああ、そうか、うん。で、まあまあ、コーチ、今日、まあ、あれらしいよ。お前、スーッと喋ってるけど、まあ、8週ぶりの登場らしいよ。ほんとびっくりした。8週ぶりの。8週ってない ?11 月 ?10 月いや、約2ヶ月前ってことだよ。2ヶ月前ぐらい。うん、ね、だって。10月じゃないか。俺、だってここに来た時ステージあったもんね。あ、そうか。シガーボックスとか。あー、だからそうよ。だからこれ、俺以外の5人がランダムに来るっていうそのシフトになってるんで。はいはいはい。たまに発生するじゃない。発生するよ。発生するみたいなのが。うん、だからお前が、だから分かりづらい人に、だからシガーボックスチャレンジだよ。その時以来の登場。だからあの時、なんだっけ、俺が成功したら、ステッカーをめっちゃ配るみたいな。うん、そんなスペシャルウィークをやった日だよね。そうそう、それがお前が最後の登場だったってことだよ。いや、本当に忘れちゃってたもんね。ああ、いや、そうだから、お前、8周でストーブライダーになってるとは思わなかったよな。違う。8周かけて。違うんだって。ついになりやがったわけか、ストーブライダーに。なんなの、俺、ストーブライダー。通りで最近見ねえなと、来ねえなと思ってたよね。ストーブライダーになってたんだね。俺がここに来なかったわけじゃないのよ、別に。ストーブライダーユーゴね。違う。ストーブユーゴ。違う。ストーブユーゴライダー？ストーブライダーユーゴ？どれが見えるやべえ、なんだろう、久々に来たけどめんどくせえな、やっぱり。あ、いや、でも。タイトルコールして。タイトルコール？うん、タイトルコール。ストーブライダーユーゴのオールナイトニッポンサタデースペシャルって言えばいいな。あ、そうだよね。お前はそうだよね。うん、ストーブライダーになってるわけだ。なってない。うん、そうなっちゃってる。今日お前はそうだよ。ストーブライダー。あとお前、俺ちょっと見たよ、また。お前、剣玉やってたじゃない。あ、そう。なんかズルしようとしたりしてる瞬間とか。ズルしようとはしたいねんが、まあ、スクール学名さんの方でね。またやってたよね。チャレンジ企画として、シガーボックスに続いて。まあ、剣玉やってシガーボックスやって剣玉になるのか。あ、その前にフレアバーテンダーもやってた。そう。こうやって、だから、剣玉2回目か。剣玉2回目でレベルアップしたのをやらせてもらった、ね。ただシガーボックスあんなことしちゃったから、もうラジオでやることはないですよ、ね。いや、そうね。でも、いや、まあ。こうちゃやりたかっただろうけどね。剣玉をどうしても多分ね。シガーボックスの名返上というか。名返上はしなきゃいけないからね。でもなんかまたまたステージ作ってもらえればね、剣玉だったら高さとか必要ないから。なんかお前文句言ってたな、高さの動向みたいなね。違う。高さ関係ねえのになんか言ってたよね。大きくもそんな顔すんなって。もう多分やんないと思いますよ。やってもらいましょうよ、ね、もう。やりたいよ、俺は。だからそうこうしてるうちなんて、8周来ないうちにね、うん、もういろいろありまして。まあ、ただストーブライダーはやっていきたいなと思いますよね。ストーブどうやってやんの？ステージ作ってストーブライダーチャレンジやりたいですよね。何やんの、ストーブで。いやー、もうそれはこれから練っていきますよ、みんなで。みんなでしっかり練っていきますよ。じゃあ俺のバイク。暖かくなる前にやらないといけないですよね、ストーブライダーは。俺のバイクのエンジンでこのブース温めるってこと？あー、まあじゃあそれやりたいな、それでもいいですけど。違う、だったらそ、随分張り切ってますね。自分で企画まで考えちゃって。その場合はイマジンにしよう、やっぱり。うわ、ど
こいつ力の入れ具合が違うよこいつ。本腰入れちゃってるじゃないよお前。アイデアマンだよお前。この企画のアイデアマンじゃないお前。見えてるね。もう多分見えてんだろうね、こいつの中では。あとはそれを形にしてどう伝えるかだけだろうね。そうね。お前すごいビジョンが見えてんだろうな、もうな。終わった後打ち合わせしようかな、ちゃんと。もうこう、アンダー8周来てなかったけども、もう来週がミュージックソンなわけですよ。早いね。早いよ、本当に。まあミュージックソンの前に3位決定戦があるんだけどね、俺の中では。ワールドカップ。ああ、そうかそうか。この後モドリッチがやるから。あ、この後？そうよ、12時からだから。ああ、じゃあもう十数分後に。そう、十数分後に。そう。本当に、コーチッチがモドリッチを応援したいっていうのがあって。ん？なんだよ。なんで俺を今怒られてるの？でもさ、ワールドカップ見てたの？ちなみに。ちょ、その前のやつ。何？の詳細をちょっと伺っても、お伺いしてもいい？ごめんよ。何でしたっけ？コーチッチがモドリッチを応援したいっていう。ほうほう、知って。とおっしゃいますと。違う。はいはい。なんかクロアチアの選手はなんとカッチっていうのがすごい多いの。はいはいはい。そうそうそう。まあそういった名前の方が多いんでしょうね。そうそうそう。だからコーチがモドリッチを応援したいって。コーチだったよね、さっき。なんかおっしゃってましたよね、さっき。そうそうそう。うん、応援したいんだよね。応援したいんだよ。すごい。すごい、もうこのラジオとか今どうでもいいの。気になっちゃってんだな。気になっちゃってますよ。ああ、だからもう8周空いてようやく現れたわけじゃない。あなたはこのブースに、ラジオに。はい。この曲に現れたかと思ったら来週はもう24時間ずっと一緒。来週一緒だよね。ずっと一緒になったわけですよ。急に激しいよ、お前。来る頻度が。いや、本座ってもう来週でしょ？来週だよ、もう。早いね、ほんと。だからさ、もうちょっと前に発表したぐらいの感じがするよね。いや、だって俺、ついこの間、LINE スタンプ撮った記憶し、あるよ。そう、もうそんぐらいの流れよな、時間。そしたらもういよいよ来週ですから。ただまあ、あなたいろいろ、まあ早いよ、なんだかんだ言ってますけども、まあ一つだけ準備しといてもらいたいんですけど、取り急ぎね、伝えておきたいのは、まあ、一応深夜1時から3時はアップだけしといた方がいいって。ああ、なんかこれだけ必要ですよ。聞いたことあるよ、噂で。いや、コーチッチベンチ入りですね。コーチッチベンチ入り？来週ベンチ入り？そうですね。京本が頑張るからね。1時から3時が京本さんがね、やりますから。いや、じゃあなんで北斗でいいじゃん。いやいや、それは違うよね。それはお前はコーチだって。北斗ってスタンバイしなきゃいけないんだからさ、その後北斗なんだから。うん、まあ、でもスタンバイがあるから逆に、うん。だからまあ、京森っちのサポートですね。あの時京森っちのサポートで、コーチッチがスタンバイで。はい、しといてもらって。ベンチにしてたから。まあ一応アップもあると思うんで、あなたまあ1時からとりあえず24時半くらいからアップしといてください、コーチッチは。コーチッチ頑張って。いつ、こうチェンジというか。また長浜監督が出してくるかもしれないから。長浜監督の采配による、いつ投入されるかわからないので、もう走り込んでいきます。24時半ぐらいから。わかりました。ブースの外をね、往復して走っていて、眠気覚ましてきます。お願いします。中樹です。神奈川県出身、3月8日生まれの A 型、僕コーチ優吾です。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、今夜も生放送ということで、ラジオを聴きの皆さんもメールで参加してください。リアクション感想メールもお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com。 ストーンズの頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウントは @stones ANNSAT。 放送中はハッシュタグストーンズ ANN をつけてつぶやいてください。それではメールを読みしますね。ラジオネーム真冬休みさんからです。ストーブライダー優吾は燃えるライダースが怖くて一般市民に恐れられているものの、銀行強盗やトカゲ人間などの悪者を退治してくれたり、崩れた建物の、破片からおばあちゃんを守ったり、ヒーローのような立ち振る舞いをしますか？しねえよ、ストーブライダーじゃねえって。しますよね。こいつしねえよって言うんだよ、言うんだよ人の前だとね。
そういう感じのキャラクターやるんだよ。死ねえって、俺は自分のために生きてんだから。隠してんだよ。その姿隠してんだよ。それを聞くのは野暮だろ。隠してないって、俺はもう聞く前こいつやってんだって、裏で。自分のためにバイクで、自分のためにガソリン使って、自分のために走らせてる。いやー、またこれ、お前またまた、お前さ、自分やってねえって。お前はヒーローじゃないんだよな。そうなんだ、人助けなんかめんどくせえもんな。そうわ、出たよ、お前。わ、でもみんなわかってるから大丈夫だよ、お前。いやいや、自分の危険を顧みないだるいだるい、そういうの。ほんと、人助けとか。お前、だんだん自分をそういうやつに仕上げてくんだよ、自ら。はい、続いては、ラジオネーム、トリッシュさんからです。夜の東京を駆け巡る。弱きを助け、悪を滅する。燃えるライダース、ストーブライダー、ユーゴ。朝の風呂場で温まる。乳首を引っかき、足に絵を描く。パリパリ男、ドライボディ、田中、俺弱そうじゃねえ。俺のなんか嫌だよ。俺の紹介なんか嫌だろ。パリパリ男、いいね、ドライボディ、田中嫌だろ。お前かっこよすぎだろ、俺はめっちゃかっこいいです、ストーブライダー、ユーゴ。夜の東京を駆け回る。弱きを助け、悪を滅する、燃えるライダース、ストーブライダー、ユーゴ。だからストーブライダー、ユーゴの敵だよね。パリパリ。俺弱すぎだろ、お前。ドライボディ、田中。パリパリ、ドライボディ。朝の風呂場で温まる。乳首を引っかき、足に絵を描く。パリパリ男、ドライボディ、田中、弱すぎだろ、お前。乳首怪人、田中でも。やべ、お前、俺を、お前、雑魚キャラにすんじゃねえよ、お前、俺は。あ、でも分かった。乳首乾燥する理由。そのさ、温まってるところで乾燥して、浴室乾燥の中で歯磨いてから余計乾燥すんじゃない？いや、それだけであんな乳首にはならない。それもっと過酷ないろんなものを乗り越えてる乳首だよ、俺の。お前舐めんなよ、お前。暖かい風ぐらいで俺のあの乳首完成しねえから。もっといろんな過酷ないろんな刺激を乗り越えてきた俺の乳首なんだよ。そうだね、舐めんじゃねえよ。それであの具合の悪さといろいろある。そうだよ、お前。舐めんな、俺の乳首を。舐めねえよ、汚ねえよ。近い、そう、物理的な話じゃないよ。はい、続いてラジオネーム、ワイパーさんからです。寒さで指先が切れちゃうとか唇が乾くってのはありますが、乳首がカサカサになるって聞いたことありません。それ季節問わずカサカサなんじゃないですか。ただただ心配です。いや、どうなんだろう。冬だけじゃない。俺の乳首さ、夏場とか乾燥してるなって思ったことある。ねえよ。ちょっとじっくり見たことねえって。だからやっぱ、まあ多分冬から春にかけてになるんじゃない。いや、でも俺も正直100ないわけじゃない。たまにちょっとある。たまに乾燥するなみたいな。あるよね。あるあるある。俺ね、今年気づいた。今お前どうの、ちょっと乳首見してよ。お前ちょっと。なんなん。いやいや、お前こんだけね、俺のことね、なんか散々ドライボディだなんだかんだとか言ってさ、言ってるけども、お前ちょっと見せろ、お前。お前綺麗だ。お前ランチ、お前教科書見て。俺結構ボディクリーム塗ってるし。 お前教科書乳首じゃねえかよ。シャワー浴びた後、シャワー浴びたじゃん、うん、俺あの後、うん、シャワー浴びてから塗ってるもん、ちゃんと。お前、標本にしてよ、お前の乳首。すげえな、お前。いやいや、だから。お前、ちゃんと手入れ、ケアしてんだな、お前な。だから、怪人になっちゃうじゃん。これじゃあ、これキープしないと。これキープしないと、乳首カサカサ怪人になっちゃう。怪人になっちゃうから。すごいよね。あと、何がすごいってね、なんかその、健康的な色してるよね。いや、そう。なんでお前そんなやばいの。わ、だから、ただでも、その、味だよね。あ、いろんな使い込んだグローブみたいな。はい、じゃあ、いやいやいや、闇乳首。病んでるわけじゃねえんだ。はい、じゃあここで一曲聴いてください。ウィル・リンレーで、Kill All My Feelings。あなた、落ちてたよね。寝てたよね、あなた。いや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 。びっくりしちゃうね。最初マジで何かあったのかと思って全員で、え、大丈夫かなってなったんだよ、一回。今日もって言ったら、え、マジで寝落ちしてたやつの感じで起きてきたから。俺だってプライベートいろいろあんだよ。大変なこといろいろあんだよ。今日あなた仕事、まあ振り付け3曲覚えたよね。振り付け覚えるのも大変だったけど、夕方からやってる。いや、仕事は夕方から。16時から。俺には人生があんだから、朝からいろいろ生きてるから。いろいろあっての今日なんだよ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。どんな1分やそこらの CM で寝るか。なんかあんだよ、その俺なりの疲労が。いやー、ダメだね、寝るの。衝撃だったね、あれは。
よくないよ、うん、なんかちょっとあくび一回しちゃったとかならさ、うん、まあ CM 中だからいいじゃん。生放送の CM 中にしたらもうガクガクってもう落ちてたから CM 中に。いやびっくりしたよ俺。じゃあメールを読みしますね。メールいきましょうか、はい、ラジオネームコッペピンポンパンさんからです。ストーブライダーお願いです。僕の部屋寒くて今凍える手でスマホを触りながらメールを送ってます。このままじゃ凍えてしまう。僕の手を温めて。ストーブライダー。だから言ってんじゃ人助けはしないって。でもお前駆けつけてんだろ、すぐお前気づいた時には。まあまあ気づいたら駆けつけてんだろお前。ちょっと排気ガス臭くなっちゃうから窓だけ開けてもらうけど。分かってーよこいつ。行かねえよって言ってうーんって音聞こえて振り返ったらお前窓だけ開けろよって言ってるのお前。かっこいいねストーブライダーお前登場が。いいなお前。ラジオネームエンターさんからです。今年のクリスマスはサンタさんにストーブライダー優吾の28分の1フィギュアをお願いしました。台座とシリアルナンバー付きです。とっても楽しみです。楽しみ。それいいね。結構躍動感ある感じなのかな。ちょっとこうウィーリーチクになってる感じのやつじゃない。かっこいいね。いや作品館とかにも置いてくれるから、いいよな。そういうなクリスマスはお前忙しいねお前ね。いやいや忙しいよ、うん、忙しいからそんなものを届けたりとかっていうのはやんないよ実際はね、うん、ほんと、うん、だから別に、うん、その模型で我慢してくださいって感じだよね。え、何？どういうこと？合ってるよね。俺らはね、だってミュージックソンやってますから。やってますよ。だからね、忙しいですよ。うん、あなた、ストーブライダーまだ、そのキャラクターがあんまいまいち、自分の中で定着しきってないのに、瞑想してるよね、なんか。いやいや、難しいですよ。ラジオネーム、ゆきさんからです。田中、こっちの世界に戻ってこい！お前、昔はもっとキラキラした乳首持ってたじゃねえか。コーチ、ごめん。俺もう闇乳首になっちまったの。もう戻れねえんだよ。変身ドゥーン乳首怪人パリジュリン。パリジュリン。お前勝手にストーリー作んなよ俺のカサカサ乳首でよ。いやいいねパリジュリン。いいね闇落ちジュリン。どういうあれなんだろう。闇落ちジュリン。闇落ち首ね。闇落ち首。闇落ち首からのパリジュリンね。パリは昔はね、あの、ハリガットのピンキーでしたよ。もちろんね。だから俺はもう、あの、ストーブライダーに貫かれるんだからね。怪人だからね。パリジュリンでもやり合ったわけ。バーンってやられて。敵だから。ってなって俺はお前に貫かれるんですよ。いやいや、その前に綺麗な乳首を取り戻してるんだけどね。乳首怪人パリジュリンめちゃくちゃね、ネーミング、語呂はいいけど。語呂がいいね。絶対にさ、ストーブライダー優吾の敵にならないよね。ならないね。釣り合わないよね。パリジュリンやばい。続いてラジオネーム、ヤッチさんからです。来週の一部、京森っちのワントップで大丈夫でしょうか。前半から両翼っていうのかな、両翼にコウモチッチと森本オニョロと展開するべきでは。確かに。ね、そうね。それはまたまた長浜監督の采配どう采配するかっていうのが。もしかしたら前半からそうする可能性もありますし。うん、とりあえずコウチッチはベンチ入り確定してるってところが今決まったからね。だから森本オニョを展開して。足を使ってサイドから崩していくのかっていうところですよね。いやでももしかしたら、うん、今日もトッチが、うん、あの今日もリッチ今日もリッチか、うん、今日もリッチが絶好調の場合もあるからね。あありますね。もういつもより全然足動くみたいな、ね、そう、うん、走り切っちゃう場合もあるから。後半フルメンバーかも、ね、確かに後半フルメンバーサポーター必要かもしれないね。総力戦になる可能性もありますよね。厳しい戦いになるかもしれないからね。あ、これやっぱワールドカップ何が起こるか分かんないですから。そう、ね、もう急にボンボン出るかもしれない。最終的に PK 戦になるかもしれないからね。そうなった時後半戦急にフルメンバーで臨む可能性もなくはないですよ ね。だから打ち合わせしっかり聞いとかないとね。俺らもそうお前らもちゃんと戦略を聞いとかないといけない。そう、戦略聞いとかないとね。何が起こるか分かんないから。はい、じゃあいきますか。はい、じゃあここで日本放送と僕たちストーンズからのお知らせです。僕たちストーンズ日本放送が毎年行っている大きなキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソンを今年も担当します。1975年からスタートしたチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソン、目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置するための募金をお願いするこのキャンペーンは今回で48回目を迎えます。
今年も12月24日土曜日正午から翌日25日日曜日正午まで24時間の特別番組を生放送でお送りします。メインパーソナリティは、おととしそして昨年に引き続き僕たちストーンズが担当させていただきます。まあ、こちら最初にも喋りましたけども、いよいよ来週ということでですね、はい、あのこの特番の中で24時間の特番の中でどんな企画が行われるかが、先ほど0時に一気に解禁になった、数分前になったという、いや素晴らしいですねこれは。はい、ということで、まあ、まずゲストがすごいです。本当にすごいですよ。まあ、歴代パーソナリティの萩本欽一さん、欽ちゃんですね、欽ちゃんですね、そしてゆずさん、ゆずさん、榊原郁恵さん、そしてキスマイフット2、キスマイ兄さんたちから千賀くんと二階堂くん、はい、そしてですね、現在発売中の第48回ミュージックソンチャリティー LINE スタンプにも協力していただいているサンドウィッチマンさん、そしてぺこぱさんも生登場。わーすごい嬉しい、本当に豪華です。そしてさらに、うん、さらにですね、あるよね、藤巻亮太さん、渡辺千尋さん、そしてリトルグリーンモンスターさんによるスタジオ生ライブも行われる。すごいよ、めちゃめちゃ豪華、豪華すぎるよね。あー多分だからいい時間帯に来てもらいたいね、やっぱりその俺らがさ、うん、なんだろう、ちょっと俺らも元気もらえるじゃん、すごい、俺らもそうね、励ましていただいたりしますし、励ましてもらえるから楽しみだわ。そうだよね。そしてですね、メインパーソナリティである我々ストーンズはですね、前回行った朗読、はい、あったじゃないですか、うん、あれをなんと今回は生でお届けする。とんでもないことになりました。とんでもないことになっちゃって、いわゆる生朗読ってやつですね。いやだ、結構前回やらせてもらったけど、うん、スタジオで読むっていうのもさ、結構大変なわけじゃん。朗読をね、やっぱその時は聞いてるから、やっぱそうそうそう、うん、ただ生で朗読するってなると緊張するよね。緊張するだろうね。伝えなきゃいけないことがやっぱたくさんある中で、ね、すごく緊張感もあると思いますけども、その場その場で多分その24時間で感じ取ってったことがその朗読にまた反映されてったりとかすると思いますし、でもなんかより気持ちがこもったね、そうだね、伝わりやすいんじゃないかなとも思いますので、まあ、その辺の生ならではの、うん、醍醐味もあると思いますので、皆さんそれもお楽しみにということですね、はい、あと放送に先駆け、今年もリスナーの皆さんからメールでミュージックソンに参加してもらいたいと思います。メッセージのテーマは今年のキャッチコピー、夢を力ににちなんで夢です。お、いつか叶えたい夢、うん、あとは夢のために頑張っていることだとか、あなたが思う夢の社会、夢が叶った、夢を諦めたとか、誰かに夢の夢、誰かの夢に勇気をもらったとか、そういう夢にまつわるいろいろなエピソード何でも構いません、送っていただければなと思います。はい、ミュージックソンは番組メールアドレスが違いますのでご注意ください。受付メールアドレスは 48@1242.com 48@1242.com です。内容によってはスタッフから、お話を聞かせてもらいたい場合があるので、電話番号も書いていただけると助かります。メールの件名はですね、夢でお願いいたします。メールの他に LINE 公式スタンプをはじめ、ぜひキャッシュレス募金を中心に引き続き皆様からのご支援ご協力をお願いいたします。募金の詳しい方法や番組の情報はミュージックソンのホームページをご覧ください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、メールを読みしますね。ラジオネームスーさんからです。今日飲食店のアルバイトをしている時、白い杖を持った目の不自由な方がご来店されました、うん、去年のミュージックソンで学んだお手伝いしましょうかと進んで声をかけること、軽く肘を持ってもらい声をかけながら誘導することを行いました。初めての経験であり、お店が狭く誘導の仕方に戸惑い心配でしたが、帰り際親切にしてくださってありがとうございます、美味しかったのでまた行きますねと嬉しいお言葉をいただきました。私は心が温かくなり、ミュージックソンで学び発見したことを生かし、誰でも気軽に過ごせるお店にしたいと思いました。ラジオチャリティミュージックソン頑張ってください。いやー嬉しいね、実際街でこういうのが実践されてるわけです。いや本当にその声掛けする勇気っていうのもね、なんかこういう番組通してついてくれるっていうのは嬉しいね、そういうのを気づける時間にもなります。はい、続いてラジオネーム少女ジュレさんです、はい、ミュージックソンを聞いて音の出る信号機や身の回りのバリアフリーやユニバーサルデザインについて興味を持ち、うん、知っているつもりでも知らないことがたくさんあると思い、ユニバーサルデザインをテーマに卒業論文を書きました。今年もミュージックソンを聞いて知識や理解を深めたいと思います、うん、
ストーンズの皆さん、長丁場になりますが体調には気をつけてください。遠くからですが応援しています、いというメッセージですね。ありがとうございます。でもすごいね、やっぱそういうユニバーサルデザインに関して卒論を書けるっていうのは、うん、でそれでまたいろんな人につながっていきますから、ね、なんか僕たちがこうやって勉強したことをラジオで話させてもらって、それをさらに卒業論文とかに生かしてくれるっていうのはね、めちゃめちゃ嬉しい、うん、ありがとうございま す, いす、ね、はい、ということで皆さんよろしくお願いいたします。それではここで一曲聴いていただきましょう。ストーンズで ST。 お聴きいただいたのはストーンズで ST でした。この間ね、うん、あれなんですよ、京本と旅行行ったのよ。京本、あ、京本、そう、京本、そういう初耳かもしれない。そうそうそう、あ、まあ京本って言っても、うん、うちのメンバーの京本じゃないんだけど、うん、何、うちのメンバーじゃない京本って誰だよ。うん、京本まさきさん。あー、その初代京本だ。そうそうそう、初代京本の方だ。京本を生んだ京本。あーと、あ、まあまあ、だからそのまさきさんを京本と呼んでいいかは置いといて、確かに京本だね。そう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 、うん、で、ちょ一回その、なんで、え、何、旅行っていうのは何、じ、うん、俺もわかんないんだけど、うん、なんかお前もわからないよ。お前が行ったんだよね。そう、俺と京本で行ったの。うん、で、その京本まさきさんだよね。そう、まさきさんだよね。はいはい。今からまさきさんのことを京本って呼びますよね。呼ばない呼ばない。もうまさきさん。最初だけ。もうまさきさんで。もうまさきさんで。わかりました、もうまさきさんで行くんだけど。なんかまあ、何日空いてるみたいな感じで。やりとり、そうそう、やりとりが来て。で、まあ、LINE が来まして。はいはい。で、そっから、あ、空いてますよっていう話をしてたら、うん、ツーリング行こうよって言って、で、俺バイクが好きなのしてから、まあ今ストーブライダーとかも話してましたけど、うん、バイクがすごい好きなのよ俺、うん、で京本さんも好きっていうの知ってるから、うん、行こうよって言うんだけど、その日はね、天気予報を見たら明らかに雨だったの、もう天気予報が。あ、なるほど。そう、そんでじゃあさすがにバイクは危ないんじゃないかってなって、うんうん、じゃあちょっと温泉でも入り行こうかって言って急に決まって、全然どっちどう、え、天気が悪いってのはコーチが言うわけでしょ。そうそう、言ったの、天気悪い、そしたら向こうが、じゃあ温泉行こうかって。そう。おー、そう。んで、俺さ、一応温泉ソムリエの資格も持ってるじゃん。あー、そうじゃん、そうじゃん。詳しい。でも、前日ぐらいにさ、どこ行きますかみたいなって、うん。軽井沢とか、いいっすよねとか話してて、うん、でも次の日俺仕事だったから、泊まりは無理だねってなって。あ、なるほど。その温泉に行こうってなってる日の次の日が仕事だった。仕事だったから、その一日しか休みなかったから、ってなって、うん、じゃあどうしよっかっつったら、京本さんがじゃあ、箱根とかいいんじゃないっつって。まあまあまあ、日帰り。そう、案出してくれて、うん、お、ありがとうございますっつって、じゃあ、とりあえず集合しようよってなって、次の日になって、で、朝8時ぐらい、8時40分ぐらいの新幹線乗って行こうよって言われてて、うんうん、そしたらさ、8時40分だから、俺は8時半ぐらいに着けばいいかなとか、うん、なんか勝手に安易な考えで言ってたんだけど、そしたらなんか8時15分ぐらいに、もう、あの、品川駅着いたんだけどって連絡来て、やばい、待たせちゃうみたいになって、ちょっとテンパりつつも、慌てて行って、そしたら、まあ、京本さんがさ、あの、緑の丸の口に並んでるわけよ。京本さんが並んでくれてて、新幹線のあれを新幹線のとりあえずもう弾丸だから何にも決めてないから、うん、でどうしようかってなって、で緑の孫口のところ慌てて行って、うん、だから俺これもうチケット用意しといたからつって新幹線のチケット取ってくれて、これどこまで乗るんですかねつって、うん、とりあえず小田原方面でいいんじゃないつって箱根行くからつって、うん、で新幹線乗って小田原まで、まあ、本当すぐ着くのよ、30分もかかんないうちに、うんうん、で着いて、で小田原からこっからどうしますって言ったら、じゃあタクシーだなっつって京本さんが言って、うん、でこっからタクシー乗って、まあ、俺も土地勘があるからさ、うん、箱根の方だったら、いやー、そのずっとタクシーで行動するのって結構金額いきませんと思って、うん、で時間もかかるし、うん、でレンタカーしましょうよって俺提案して、うん、したら京本さんがレンタカー人生で一回もしたことないっていうところになって。ああ、まあでもだろうな。いや、そう。わかんないじゃん。で、俺、大学生の時とかよくレンタカーしてたからさ。まあまあまあ、したことあるよな。そう、うん。で、雨降ってるから、で、傘も俺持ってなかったんだけどさ、京本さんとアイアイ傘押しながらレンタカー屋さんまで向かって、小田原の、うん。そんで、したら、その日、休みだったのか、祝日だったのか、うん、祝日だったから、結構台数残ってるか心配、うん、そしたら1台だけこの時間だったら貸せますよっていうのがあって、うん、
で全部保険から全部手続き俺がやって、うん、したら京本さんがなんかレンタカー楽しいねっつってスマホでパシャパシャパシャってめっちゃ初めてのレンタカーそう初めてのレンタカーで説明受けるのとかもなんかすごい動画とか回してくれるの、うん、そんでじゃあ行きましょうかっつってなんか京本さんに運転してもらうのもあれだしなと思ってさすがにそうさすがにだから俺が運転してで箱根の道をドライブしてたら、うん、そしたら京本さんがふとなんかそのレンタカーやってる最中にあの懐石料理、うん予約しといたからって言われてあの知り合いのところっつって、うん、すごいこの人と思って、うん、であじゃあ美味しい懐石でも懐石料理の時間が、まあ、いやちょっと早いんだよねっつってあちょっと時間が余っちゃうけどそうそうそう、うん、ほんででもさ箱根で時間潰すっつっても雨だしなっつって確かに難しいかもねそうそれで何沈ますっつったら分かった近くに彫刻の森美術館があるだろっつって彫刻の森美術館行こうっつって二人で彫刻の美術館入って、友達、メンバーの友達のパパと彫刻の森美術館行ってるってちょっと。二人きりそう、二人きりよ、ちょっと。しかも、ただのパパじゃないから、ね。そう、ただのパパじゃない。芸能界の大先輩ですし。パパ界の中のトップね。いや、そう、パパ界の中のトップの方と。パパという枠組みのトップの人ね。そう、うん、すごい、もうなんか。でもなんか不思議と話も合うのよねやっぱりあすごい話しやすくしてくれたりとか、うん、すごい気遣ってくれたりとかしててそんで2人でピカソ展とかを見てそしたら京本さんが俺若い時はさ向こうの本場のピカソ展のとかも見てってあでもこっちもなんかすごいよなっていういろいろ話を聞きながら京本さんの話を聞きながらピカソは絵だけじゃなくてそういう造形とかも作ってるんだぞっていう生ナレーションを聞きながらご説明をねご説明を受けて、うん、そしたらあじゃあもうそろそろ懐石料理の時間だねっつって、うん、いい感じに時間が潰れたそういい感じに時間潰れてすごい楽しかったわけ、うんで懐石料理で美味しいご飯食べてで俺そのもう本当弾丸だからよく分かってなかったからさ、うん、で懐石料理食べていや美味しいっすねみたいな本当になんてコース料理だね懐石料理もああもう結構いいところのやつじゃないのいいところで個室で、うんうん、で美味しくいただいてたらさしたら高志くん温泉ソムリエのあれあるじゃんつって、うん温泉入りたいでしょってなって、うん、いやせっかく箱根来たんだから温泉入りたいですよさすがに、まあ、ほぼノープランだからねそうそうそう、うん、したらあのここの宿のところのお風呂予約しといたからっつってその懐石料理を食べれる場所が宿もあるそうなんか宿もあって宿もついてるところ でそこでお食事をしてたそこで食事しててそしたらこの時間だけお風呂ちょっと貸してくれる貸し切りでちょっと取っといたからっつって、うん、規模が意味いやもう規模が意味わかんないじゃんその時間だけお風呂を貸し切れるって何いやいやそうなんかすげえ神の一言持ってんのかなみたいなそういうところのお風呂ってみんなのものじゃないのいやそうどうしたらなんか離れみたいなところ連れてってもらってお風呂が離れにあるそうびっくりしたろ、うん、したらなんか案内の人もなんか着物着たような人が案内してくれてね、まあ、いいとこだなこちらになりますっつったら本当に着替える場所と露天風呂がボンってあって、うん、スチームサウナがボンってついてる、うん、そこに京本政樹さんと二人で入るっていう裸の付き合いだ裸の付き合いもうすごくないすごい経験したんだよお前したらもう大河ともこうやって一緒に風呂入ることなんかないよとか言って言われて大人になったらそうだよなそうじゃんちっちゃい時とかねまだあれだと思うけどいやーでもこの雨の景色もいいですねとか言って、うん、雨で冷たい雨を打たれながら、うん、半身浴して2人で、ねうん、で京本さんなんかちょっと天然な可愛いところがあって、うん、マスクしたまま湯船入っちゃってちょっと濡らしちゃうっていうなんかよしきさんの時のこうジェシーの話思い出したねあの唐揚げテレ食ってたやつね、うんそうだからちょっと可愛らしいところがあってそうそうそうやべえ俺マスクしちゃったわっつってしたまんまだったわっつってだから俺も全然気づかなかったよナチュラルだったからでちょマスク濡れちゃったから俺ちょっと先出て乾かしとくわっつってマスクで乾かしてたのそうそうそうドライヤーで乾かドライヤーで乾かしてそういう面もあるからお話しやすいのかもねそうそうそうそんで俺スチームサウナも入って満喫してんじゃん。そう、超満喫し、もう気持ちよくなってほてって、で、この後どうしますかつって、でも明日も仕事もあるし、早いから、つって、じゃあちょっと箱根の街をちょっとドライブしようか、つって、うん、箱根湯本の方とか、うん、まあ降りるとやっぱりちょっと人もいっぱいいるから、まあ、ちょっと騒ぎになっちゃうから、つって、なんかその街並みを見ながら行って、うん、で、小田原の方に帰ってきたのよ。うん、で、帰り途中に、
なんかちょっと軽食じゃないけどお腹空いたねみたいになって、うん、おやつでもしようかっつって行ったらパン屋さんがあったの。でパン屋さんあって、それで箱根カレーパンっていうのがあって、うんうんうん、でなんかもうすごいごちそうになっちゃってるから、で俺ごちそうしますよっつって、それを払させてくださいっつって、箱根カレーパンと、でキョンさんコーヒーでいいですかっつったら、キョンさんも可愛いことにコーヒー飲めないんだよねっつって、ギャップだね、めちゃめちゃ可愛くて、飲めないで何飲みますっつったら、俺メロンソーダ飲むっつって、うん、めっちゃ可愛くない？今日パン屋さんでメロンソーダ飲んでんの？普通のパンとメロンソーダ、うん、俺メロンソーダ飲みたいっつって、そしたらメロンソーダがなんか普通のメロンソーダじゃなくて、うん、なんかビッグっていうサイズしかなかったの、うん、なんかワンパクだね。ワンパクなメロンソーダね。そう、ワンパクのサイズしかなくて、で俺ちょっと寒かったから、うん、俺はアイスあのホットティーにしたの、そのストレートティーにダージリンにしたんだけど、なんかすっごいカレーパンとさ、ワンパクメロンソーダね。もうめちゃめちゃ可愛くて、それを頬張ってる姿を見て、わ、めっちゃ可愛いなと思いながら、すげえ楽しくて、うん、でじゃあそのままじゃあ新幹線行こうかっつって、うん、したら。一応帰りの新幹線のチケットもう買ってたからっつって、あ、その京本さんが行きにも買ってくれてて、そのでそのまま乗ろうとしてて、いや京本さんそのまま乗れないっすよっつって、乗車変更しないとあの席とか自由席になっちゃうかもしれないんでっつって、はい、乗車変更してきますっつって、そしたら帰り新幹線座るじゃん、したらちょうどなんてマネージャーから MV ブンパウワウ、ブンパウワウとかそのペア曲、あ、そうペア曲の MV が送られてきて、あ、データが届いた、そうデータが届いた日で、二人で新幹線の中でそれをイヤホン片方ずつしてそれを二人で見ながら東京に帰ってくるっていうすげえ可愛い旅行をして、お前10代の青春デートなのかよお前めちゃめちゃ楽しかったんだよね、ちょっといいご飯食べて、そういいご飯食べて、二人で貸し切りのお風呂入って、そうカレーパンでワンパクメロンソーダ飲んで、そういやもう一個ずつして MV 見て帰ってくるんだろ、そうそう、だからもうめっちゃ楽しくて、うん、そんで最後じゃあ品川駅で明日も仕事あるから頑張ってねって時に、そういえばコーチ君あれだったよねっつって、うん、コーチはキャンプインストラクター持ってるよねって話になって、うん、じゃあ次はキャンプだなお前もうなんか大河より息子になってるかもしれない、だから大先輩だけどもうほぼマブダチだマブっちゃってるじゃんお前もう、だから次はキャンプの近況になります東京都千代田区有楽町の日本放送をキーステーション全国ネットで放送中、ソーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、はい、じゃあメロンしますね、はい、お願いします。まずはラジオネームタロイモさんからです。来週の一部ですが松村兄を投入するかどうか悩みどころです、彼は一度持った球をなかなかパスしないマイク支配率 100% 男です。ボール回しがすごすぎてアディショナルタイムプラス24時間くらいあるかもしれません。あいつドリブラーだからね、マイク持っちゃったら持っちゃうんだよね。それも自分でバーっていっちゃうんだよな。マジ仲間を信用しないとね、ゴールまでたどり着けないんだけどね。連携も大事ですけど、そう、うん、まあでもそこは長浜監督がうまくやってくれるんじゃないですか、ね、長浜監督の采配ですから、そこはお楽しみにですよね。はい、続いてラジオネームカタピーチさんからです。先ほど森本大女の起用に関して意見がありましたが、うん、彼は初めから枠内を狙うつもりのない雑なシュートばかりなので試合には向いてません。ここは多少ピッチが荒れても機動力のあるジェシーを出すべきです。あー確かにな、そうなんだよ本当に。でもジェシーどうですか、多少ピッチが荒れるで済む、いやかって話したらやばいかもしんないよね。そうそう、調子によるよね。確かにそうだね。もうハーフラインぐらいからロングシュート決めるときもあるじゃない。とんでもないシュート。あるあるある、だからでも。で、自分のゴールに思いっきりバーンってゴール蹴るときもあるでしょ、本当に、ピッチが荒れそうだよね。難しいね。難しい。あの、調子が激しいからね。そうそうそう。続いてラジオネーム、ゴテンクスさんからです。おーっと、深夜から明け方の時間帯、ここを京森っちと北トッティが繋いだ。いいぞ、ジュリッチがパスを受け取る。決めろ決めろ、あー足がパリパリでミスキック残念今俺の話関係ない。確かに足パリパリだからシュート関係ない。パリパリでもボール蹴れるんだよ別に。
ちゃんと。スパイクに当てるだろ。ちゃんと、俺、持ってくるから、ボディクリーム。いやいや、お前、関係ないんだって、別に。パリパリでもいけるから、ちゃんと蹴れるから。長浜監督に行って、ボディクリーム用意しといてもらおう、シャワーだったの。いや、別に足パリパリでもいけますから、俺、ちゃんと。ちゃんと決めますから。足パリパリでゴールできた。続いてラジオネームカジノゲームさんからです。乳首怪人パリジュリンのエピソード0では幼少期にエピソード0では幼少期に乾燥乳首をボリボリ書いて痛いよーと泣くシーンはありますか？多分それで闇落ちでしょ。そうね、痛いよーで闇落ち、もう誰も信じられないって闇落ち。そうね、俺のエピソード0弱すぎだろ。もっとなんかいろいろあってなぜねなんかそうなったかみたいな、俺がボリボリボリって書いて痛いよーってやばいだろ。その1分も持たない。しんどいわ。続いてラジオネームドスコイヨゲイコさんからです。チクビッビッビッ金庫のコインをすべてカサカサ乳首に変えてやった首。俺様は乳首怪人。世界中の乳首を闇乳首にしてやる首。何それ乳首怪人の語尾って首なの？あ、最初はこう笑い声ね。ああ。わっはっはっはみたいな。ああ。こと？だからあれよ、ワンピースもそうじゃん。グラグラグラとか。グラララみたいなことで、乳首怪人の笑い声は、チクッピ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 ッ。あ、そういうこと？最初笑い声ね、その悪役のね、チクッピッピッ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 ピッピッ金庫のコインを全てガサガサ乳首に書いてやった首。乳首怪人の語尾が首なんですね。面白い。どんどんキャラが濃ゆくなります。アニメで見たくなってきたな。続いてラジオネームアボカドの一騎打ちさんからです。冬は乾燥で火事が起きることがあるので、ドライボディ田中とストーブライダーユーゴが戦ったら、ストーブライダーのストーブで田中の乳首が発火して田中が燃えてユーゴが勝つと思います。そして世界に平和が訪れると思います。成敗だドライボディ田中。負けるなストーブライダーユーゴ。そうね、決着の付け方ダサくない？確かに引火しやすいってだけだから、ブーンってなられて俺の乳首がボッて引いついてあしゃ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 あってストーブライダーユーゴが勝って世界に平和が訪れるっていう最終話でしょ。弱すぎだってエピソードが。そうね、だからそれだけ感想は恐ろしいってことだよ。いやいや、だとしてもこの決着の付け方弱すぎだろ。弱いね。うん、じゃあ続いてラジオネームチアワの空振りさんからです。10年ほど前の出来事でしょうか。お気に入りのダウンジャケットをなくしてしまい、うん、公園で一人で凍えている幼き僕に愛車のストーブで温めてくれた男性。フルフェイスをかぶっていたので素性がわからなかったのですが、あの正体ってストーブライダーユーゴさんだったんですね。ずっとお礼が言いたかったです。ストーブライダーユーゴさん、あの時はありがとうございました。俺じゃねえってそれは。そういうところからお前もうやってた。これはプライベートの時だろうね。だから返信してない時だろうから、お前10年ほど前からやってた。多分あの井の頭公園のことかな。心当たりあるこいつ。まあでも、ね、こいつ心当たりあるぞ。例には及ばねって、こんなこいつ心当たりある。大事だ、返信してない瞬間もね。顔は絶対見られないし。そう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 。ああ、お前、そうやって人助けしてんのか。懐かしいな、あいつか。うん、上坂です。まあ、これからは風邪ひかないように、あったかい格好しとけよって。かっこいいんだよ、お前、最後の言葉が。ずるいんだよな、お前、そういうやつ。ずるくない？お前、俺の笑い声、チクッピ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 ッ。お前、ずるいだろ、お前。ストーブライダーっていじったつもりがお前かっこよくなって、ね、俺倍になって帰ってピッ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 変えてやった首とか言ってやばいだろ。俺そうよ、俺別にこういう時期だから乳首乾燥するよねって言ってでお前のこといじってたら気づいたらお前かっこよくなって俺乳首ピッピッピッってやってんだろ。お前24時半本当俺がかっこ悪くなるはずだよ、ね、0時半にそれやってんだらやばいだろ。俺乳首乾燥するって俺の体の事情を説明しただけなのに。いやいやいや、ほんと面白いな。じゃあこちらいつものコーナーいきますか。はい、じゃあ参りましょう。 We are Stone。 僕たちストーンズが常に掲げている言葉 We are Stone。 僕たちだけでなく関わる人みんなでストーンズです。このコーナーでは我こそはストーンズだと自負したリスナーから自分のイケてる日常を送ってきてもらっています。早速紹介していきましょう。ういまず最初のストーンズはこちら、ラジオネームハラヘリーヌディオンさんからです。遊園地でジェットコースターに並んでるときに、混んでるから座れないかもねという。We are Stone！
いや、あれ絶対座んのよ、全員。いやいや、座るために並んでっからな。あのファミリー、あれ、フードコートじゃないの。フードコートじゃない。もしかしたら、あの渋滞にベンチがあって座る待つスタイルだったらあれかもしれないけど。ジェットコースターはその絶対座ることがマストで、そのために並んでるんですよ。フードコートとかのシステムじゃないの。座れないかもね、じゃないのよ。座れないかもね。立ち乗りねえから。はい、じゃあ続いてお願いします。はい、ラジオネーム、嘘ついたらハリセンもトーマスさんです。はい。レストランのメニューのことをネタバレと呼ぶ。We are Stones。いいな、じゃあそれを見てみんな判断するまあ確かに、ね、そんなひねくれてはないですよね。俺ネタバレだろこれ、お前何出てくるか分かってんじゃねえかよ。ネタを頼むためのメニューだからね。それを見ないと頼めないですから。すごいな。じゃあ続いていきますね。ラジオネームガイル・ガーゴイルさんからです。ピラミッドのてっぺんを使ってグレープフルーツを絞る。ウィアストーンズ。いやいいね。で下の方にあの四角のあの網をくぐり抜けてきたやつでグレープフルーツタワーだろうね。いやいいね。どのぐらいの大きさのグレープフルーツだろうね。めちゃくちゃ時間かかるだろうね。下に流れてくるまで一個一個のブロックの隙間を流れて夢あるなー。おおな、ずっと流れてきていいよなぁ。夢あるわ、マジで。いいね、面白そうだね。超面白そう。ただもういろんなところとかいうレベルじゃなくとんでもなく怒られるよね。はい、続いてラジオネームモヘアさんです。ものすごく美味しい大学芋のことを大学院芋というウィアストーンズ。大学の上だからね。大学院っていうものはね、なんかまた大学を卒業してね、一個受験してあれだから、はい、大学だから別に大学芋の大学ってあの大学じゃないから別に感じが一緒なんだ、ね、みんなが思ってる学校の大学ではないから。あ、おもれえなー。あー、ピアソンで久々やると面白いよね。おもろいよ。最近やってなかったでしょ、どうせ。いや、できてなかったですよ。うん。ただ、さらに、その上もあるんだろうね。多分、就職芋。ね、就職芋とかあるんだろうね。就職芋ね。確かに、大学院を経て就職するからね。しかも、よっぽどいいところに就職できそうだからね。大学院出た後。ありますよ、多分、いろいろ。面白いな。続いてのストーンズは、ラジオネーム、マッサンさんからです。健康診断で SSR の評価を叩き出す。いや、そう。パワープロじゃねえんだよ。やばいって。めっちゃ現代っ子。健康診断で SSR。いやでもデッキに組むといい選手が作れる。いやでも SSR 出たらなんか安心だよね。でもゲーム感覚で出たらさ、まだちょっと良くない？いや、なんか確かに再検査も行きやすくなるかもしんない。ちょっとさ、本当に健康診断って結果ちょっと緊張するじゃない？いや怖い。あの ABC とかやめてほしいもん。なんかさ、何かがさ、あのあれだったらあれさ、怖いからさ、そのそうレアうん、とか、なんかね、いいね、そのところぐらいから行くとさ、ノーマルとかさ、ちょっと面白そうじゃない？うん。うわ、俺 SSR じゃんみたいな。いや、わかるわ。怖えもん、あそこ再検査呼ばれるときとかさ。わかるよ、怖いよね、あれね。はい、続いてラジオネーム、ナブリーさんからです。はい、電車を乗り換えることを推し編と呼ぶ。We are Stones! 教えんじゃん、電車に乗るの。違うのよ。めちゃめちゃさ、山手線を教えても行けないところあるのよ。あの、いけないエリアがもちろん出てきますからね。場合によって井の頭線に乗り換えなきゃいけない。仕方ねえなっていう。常にそれを乗るわけじゃないから、ね。続いていきますよ。マジで追いやすい。じゃ続いて、ラジオネーム、猫背ファミリーさんからです。レジでクーポンを見せて、これ持ってるんですけど、使いません。という、We are Stones! 迷惑だな。使わない場合は申告しなくていいですか？マジ無駄な会話。申告いらないから。逆に。ただ、クーポン見せるときって緊張しない？あ、でも分かる。これ使えなかったらどうしようとか。すげえ分かる。そう、緊張するよね。なんか今さ、ネット、スマホとかで頼むときにさ、クーポン番号打ち間違えたんじゃねえかとかさ、あーなるほど、そういうのすごいやるんだよね。で、続いてのストーンズお願いします。はい。続いて、ラジオネーム、ギンギンしてんじゃねえよね。番組の収録が終わった後、ゴミ袋を片手に、スタジオを歩き回り、カタールの日本サポーターみたいにゴミ拾いをする。いや、ストーンズ。いいことだと思いますよ。いや、いいことなんだけど。ショーアップは、ただね、スタジオはそんなゴミないから。ないし、うん、あと別に誰からも評価されないのよ、それ。そう、あとね、きっとね、拾っちゃいけないものの方が多いから。多いね。うん、いやで楽屋は大事。楽屋はやった方がいい。楽屋はやった方がいい。俺らはやってるからね。俺ら毎回出るときめちゃくちゃ綺麗にして出る。でもなんか、アピールとかしないから別に。
そうデビューするときに話し合ったんだよ俺ら。そうそう、マネージャーとソニーと俺らで、うん、絶対楽屋は綺麗にしてるよ。楽屋綺麗にしてる。だから違う人と相部屋でもその人たちのゴミまで全部片付けてるみたいな、うん、だけ徹底してるよな。そう、大これマジで大事だと思ってやってんだよね。はい、ということで今週のストーンズはここまでです、はい、引き続きまだ見ぬストーンズを探しています。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com、 ストーンズの頭文字を取って ST となっています。懸命にこんばんはストーンズですと書いて送っていただけると助かります。はい、じゃあコーチさん曲を。はい、それでは聴いてください。緑黄色社会さんでキャラクター。テロン、ストーンズのテロン、コーチユーゴです。テロン、皆さん今週も1週間お疲れ様でした。テロン、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 たまには肩の力を抜いてしっかりお風呂で温まって体調に十分気をつけて過ごされてくださいね。それでは皆さん良い週末を。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、スペシャル。サタデースペシャル。はい、それではメールをしますね。おい、まずはラジオネームはんぺん侍さんからです。おいバイク夜中に住宅街でうるせえよ、こっちから風で寝込んで。ドアノブに栄養ドリンクがぶら下げてあるメリークリスマス。だるわお前だるすぎだろお前、ガチでだるい、こいつなんか、なんかわかる？いやー、今日お前、これだって決めて、ここでお前一気に狙ってるだろ、年末。巻き返そうとしてるだろ、このラジオでの印象を。本当に。2022年はいい人で終わりたいじゃん。ブーンブーン、うるせえなーと思ってドア開けたら、栄養ドリンクがぶら下がってるでしょ。で、メリークリスマス。だるお前、マジで。早くなろうせよって。続いて春はあけぼの、僕はのけものさんからです。こんばんは。先日お腹が減って動けなくなってるところをストーブライダーユーゴに助けられたものです。あの時は温かいお餅をくれてありがとうございましたお前あ、そのストーブでやえてんだそうね、お前温めるだけじゃねえのかよお前。あの時はなお餅しかなかったからね。お前、ちなみになんだけども、うん、そのいわゆるそのお餅でを温めてこう食べさせてあげたんだろう、うん、お餅以外のものってさ、普段はお汁粉も温めて入れてあげるのよその日たまたまそのお汁粉はね、お餅しかなかったんだな。お餅しかなかったんだけど、でもお腹空いてたから、でもお餅だけでいいかって言ったら、腹餅もいいしな。そうそう、そしたらそれで普段はそこでお汁粉も温めて、お汁粉温めてでちょっと糖分も与えんの。そう、お前できる男すぎるだろお前続いてラジオネームパールさんからです。乳首怪人パリジュリンを見たことあるんですが、スイカチャージしてなくて、改札引っかかって、乳首ーんって泣いてました。でもさ、ちょいちょいさ、泣き声。ちょいちょい乳首怪人パリジュリンを挟むのやめてくれるかな。笑い声と泣き声ちょっと違うんだね。その、泣き声も追加してくるのやめて、新要素で。乳首ビビビビビって笑って、笑って。乳首ーんって泣くんでしょ。マジやめて。やばい、なんか俺どんどんみんなによってなんかそうキモい雑魚キャラみたいになってきてるから , 笑い方と泣き声雑魚キャラただ肌が乾燥してるだけの男、成人男性なんだよお前よく思い出してくれよ。いや、そうよ、うん。最初は乾燥肌ってところからスタートして、最終的に。1時間半前は俺こんなになると思ってなかったよ自分が俺。最終的に怪人になってるから。怪人になって。お前のかっこいい、お前のかっこいいエピソードの間に笑い声と泣き声入れられて、いやいや、いいなそんなつもりじゃないんだよ、俺のかっこいいエピソードくれよ、そのさ、乳首怪人パリジュリン、まあ、名前はじゃあ100歩譲ってそれでいいよ、の、なんかそのさ、かっこいいエピソードみたいなくれよ。で、俺もさ、なんかなんとかなんとかなんだよ。人助けしたい。なんとかなんとかなんだよ、みたいな。言いたいのよ。なんかその、ね、笑い声、泣き声だけのエピソードを追加しないでほしい。確かに。まだ時間はある。そうそう。まだ時間はある。そっちを欲しいよね。せっかくならさ。そうね。そっちばっかだからさ。ミュージックソン前ラスト、それは嫌だよな。嫌だよ、俺も。続いてラジオネーム、ケミケミさんからです。
ジュリー、目を覚まして、あなたの乳首は人を笑顔にするためのものだろう。乳首が喋った？うるさい、ジュリオ、左乳首の言うことなど聞くな。お前のガサガサを世界中にばらまくのだ。うわ、なんだよこれ。じゃあ今あれなんだね、右乳首と左乳首の葛藤をさせんなよ俺に。内首と左乳首が頑張ってんだね今。内首が天使で、そういうことね。じゃあ左乳首が天使で、右乳首が悪魔のような乳首で、 そういうことね、それによって俺がもがき苦しむエピソードとかいらないのよ。そうなの、お前の乳首喋るんだ。喋らねえよ。喋んないね別に俺。で会話してるわけでしょ。じゃあ違うから、これはこんなエピソードないですよ。僕の乳首はただ乾燥してるだけ。ちなみにどちら乾燥してるの、右と左、リアルは。リアル。リアル。右乳首だよ。右だよ。確かに右の方が具合悪そうな、右の方が具合悪そうな乳首だよ。続いてラジオネームグリーンラムネさんからです。乳首怪人パリジュリン見ました。お、来た。お、胸ポケットに万年筆を入れてました。蓋が開いてて乳首が真っ黒になって真顔でチュクビンって言ってました。かわいそうでした。やめろって言って、チク、そういうのじゃないんだって。なんだよ、その真顔で。チュクビン、チュクビンって。チュクビンってなんだよ。万年筆のインクがあれだったのかな、出ちゃって。チュクビンが真っ黒になっちゃって。チュクビンって真顔で言ってたらしい。違うって、なんか俺もあるだろう、なんか子供助けてたとかさ、なんかね、子犬助けてたみたいな、なんかあるだろう、そういうのを見てるやつ、泣いてる子供が乾燥した乳首見て泣き止みましたとか、なんかなんかせめていい、ね、そう、なんかいいエピソードが欲しいよ俺は。チュクビンとかさ、チクピッ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 、そういうのじゃないのよ。あとはな、チクビーンとかそういうのじゃなくて、どんどんそういうのだけ追加されてってさ。いいな、俺あの笑い声好きだけどな。じゃあ続いていくよ、はい。続いてラジオネーム、レイタソさんからです。大変だ！ストーブライダーユーゴのガソリンが切れた！もうダメだ！キュピーン！ちょっと待った！その声は、ワンパクメロンソーダマン？次週、ドキドキ、初めてのレンタカー受付！来週も、ストーブおって、それは怒られるって。お前さ、まさきさんの無駄遣いすんなよお前。怒られるって。お前、まさきさんにわんぱくメロンソーダマンって名前つけんなお前。やめて。来週もストーブ誰が見んだよそんなの。サタデースペシャル、ごめんなさい。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。ここで僕たちストーンズからのお知らせです。ストーンズニューアルバム声の発売まであと3週間になりました。おー、3週間。3週間です。1月4日発売ですので、皆さんぜひお楽しみに。この間ね、あの文パワーを初披露しましたけども、ちょっとずつね、ユニットの MV とかも公開してますから、皆さんぜひお楽しみに、一緒に盛り上げてください。年明け一発目からね、お願いいたします。そして公式 TikTok や特設サイトも開設しております。こちらもチェックお願いします、はい、TikTok にはね、文パワーの音源もあるので、ぜひ皆さん動画で使ってみてください。お願いします。その他最新情報は SONS 公式ホームページ SNS をご確認ください。そして番組からもお知らせです。来年1月7日の放送はですね、録音でのお届けとなりますので、その収録を近々行いますので、メールください。皆さんお願いします。まあ年始恒例のね、いつもだったら読まなそうな普通オタや質問をお待ちしております。普通オタね、はい。そして出演するメンバーが決まってないんですけども、もう勘で送ってきてもらって大丈夫です。あの当日のメンバーに何とかさせますので、前回はちなみにジェシーに何とかさせましたのでジェシー何とかなってたか、当日のメンバーに何とかさせますので、まあ勘で皆さん送ってきてください。おもろいな。お時間までメールなんていうか読んでいきますね。はい、まずはラジオネームテリーヌさんからです。ねえ、もっと楽屋をきれいにする話とか、そういうのいっぱいした方がいいよ。田中の乳首が右の方が乾いてるとか、本当にどうでもいいです。違う、それこそね、楽屋の話とか、そんな細かく話するような話じゃないか。それは、ただ、そうだね、いや、俺の乳首の方が大事。大事だろ、それは大事。聞いて、お前らが乳首こんだけいじるってことは、お前らも乳首知りたいだろ。本当に。そっちの方が重要だから。うん。はい、じゃ続いて。ラジオネーム、あかりさんからです。乳首怪人パリジュリ見ました。木に引っかかった風船を見上げて、泣いてる少年を見て、
慌てて乳首をぐんぐんと伸ばし、風船の紐を絡め取って少年に渡してました。乳首ビュイーと言っても笑ってました。本当はいいやつなんです。ね、違う、なるほど。違う、ちょっと違う。ちょ、惜しい、惜しいよ。いいんだけども、2個引っかかってます。何？乳首をぐんぐん伸ばしてるところ。まずは。あとね、キモい。確かに。これ、キモい。そう、もう、キュキュビューイーンと言って笑ってたのもキモいし、ね。そういうのじゃなくて、なんかもっとこう、感動とかかっこいいので終わるだけのが欲しいんですよ。それは欲しい。ねえ、じゃあちょっと読みますよ。ラジオネーム、春あけぼの僕はのけものさんからです。一部ですが、ここはサプライズ招集として、まさきひにょを呼び戻してみましょう。で、ちょっと現場の空気を締めましょう。本当にやめて。やめろって、ワンパクメロンソーダマンとかさ、マサキーニョとかお前でやめろよ。よくない。マサキさん聞いてんだから、本当にリアタイしてくれるから、本当にやめましょう。はい、ということで一部の放送局を除いて、この後1時からオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけで、ここまでのお相手は、ストーンズ、田中樹と、コーチ優吾でした。おやすみー。